今月22日に梅雨入りした山陰地方、ジメジメとした空気に包まれる中、街の人は気分も晴れないです。だから洗濯物が乾かないですね、室内干しだと。いや、特に除湿ぐらいですかね。除湿機能を使ってます、あのエアコンの。この時期ならではの湿気の悩み、梅雨の時期の服選びでおすすめのポイントを鳥取市の洋服店で聞いてみると、ポイントといたしましては、まず撥水機能と、あと吸汗速乾機能っていうのがおすすめでございます。この時期は特に雨をはじくことや、すぐに拭けること、そして乾きやすい商品が人気だといいます。秒間シリーズのジャケットとスラックスになります。吸汗速乾性に優れており、またあのストレッチ性も兼ね備えておりますので、あの快適にさらっと動きやすい商品となっております。また暑さや湿気を避けようと、ポロシャツや T シャツの売れ行きは年々増加しているといいます。さらに売り場には撥水性や防水性を高めた靴なども並んでいました。続いては、大体200種類ぐらいは取り扱いがあります。ずらりと並んでいたのは水筒。中でもこの時期の売れ筋は、こちらが一応自社のホームコーディの缶クーラーとペットボトルクーラーになります。内部がですね、真空二重構造っていう構造になっておりまして、結構冷気とか熱気っていうのですかね、そちらをちょっと逃がしにくいような構造になっております。ペットボトルや缶を入れるだけで冷気を保つというこの商品、今月中旬から販売数が伸び、去年の同じ時期に比べて2倍の売り上げとなっているそうです。また炭酸を逃がさない水筒も注目です。炭酸が気化する原因となる水筒の内面の凹凸を滑らかに加工、炭酸が抜ける速さを抑えているといいます。結構暑い中で皆さんお仕事とか、あとそれこそお子さんとか学校もあるので、やっぱ水分補給っていうのは大事になるので、それでまあボトルを新調されたりとか、デザインとかもカラーとかも今時のカラーとかも取り扱いがあったりするので、それでボトルの売り上げは上がってきてるかなっていうふうに感じます。そして最後は畳。湿度が高い時には湿気を吸い、乾燥する時期には湿気を放出するなど重宝されてきた畳ですが、湿気を吸ったままだとカビの心配が出てくるといいます。この時期はやっぱり湿度も温度も高い状態なので、カビが生えやすいので、つまりこう湿気とか温度をいかにコントロールしてあげるということが大事になってきます。高温多湿な日本の暮らしを支えてきた畳。エアコンを使って気温を下げたり、乾いた雑巾や掃除機でホコリを取り除いたりすることが、畳を効果的に使うポイントだといいます。また和紙を使った畳も、和紙の良さっていうのは、まあ、畳のように、水分はあまり吸わないのでカビがきにくい、ジュースとかコーヒーこぼしても染み込まないので、さっと拭き取れば、まあ、綺麗な状態を長く保てるという畳になっております。目的に合わせた畳を選び、手入れを欠かさないことが大切だということです。今年の梅雨明けは7月中旬頃の予想。対策をしながらこの時期を快適に過ごしていきたいものです。